ザカリー・デイビス・ザック・ウィートは、アメリカ合衆国ミズーリー州ハミルトン出身のプロ野球選手。右投げ左打ち。ニックネームはバック。現ドジャースに18年在籍、ドジャースの主要な打撃部門の球団記録をいくつも保持している。1909年にブルックリンに入団。2年目から外野のレギュラーとなる。 以後1919 19年までは、毎年コンスタントに、打率3割前後を打っており、打撃タイトルこそ1918年の首位打者1回、だけだが、打率、安打数、本塁打数、打点などの部門で、ほぼ毎年上位10欠に名前を連ねていた。安定した打撃成績は、後に、野球における、継続性のお手本と称された。 1920年以降の打撃成績は、この年から採用された、飛ぶボールの恩恵を受けて、さらに上昇する。現役生活でのシーズン最高打率は30代半ばになった1923万1924年に、記録した。375で、翌1925年も含め3年続けて、打率3割5分を超える結果を残す。 アンダスーは1922年に初めてシーズン200アンダを超え、現役最多となる221アンダを記録したのは1925年37歳になった年であった。他に1924年には年間最優秀選手候補にもなった。38歳までずっとブルックリン一筋で現役を続けてきたが、1926年に 球団から放出され、翌1927年に一年だけ、フィラデルフィアアスレチックスに所属した。同年引退。1959年、ベテランズ委員会により、アメリカ野球伝道入り選手に選出された。1972年ミズーリ州にて死去。ありがとうございます。